稲わしろ湖畔駅は、福島県山国稲わしろ町大技坪ぼ和技、南浜にある東日本旅客鉄道番越西線の駅である。夏季のみ営業する臨時駅であったが、かつては春、秋の休日にも停車したことがあった。稲わしろ駅との混同を避けるため、車内放送では湖畔駅と呼ばれていた。2007年度以降は営業を行っていない。 1962年7月20日から1967年8月21日まで、県伊川白湖半駅より少し、踏切寄りに、白浜仮上工場が営業していた。その後、国道49号の渋滞に夜明けがさして、上後駅や関戸駅から徒歩にて、白浜湖水浴場に向かう客が増えたため、1986年産業対応のホームを設置。 その後、6両対応に改良されている。当駅周辺へは、稲葉城駅より、バンダイトートバスで、約15分のシダ浜停留所、または、関東駅より、徒歩、約20分で、アクセスできる。短式ホーム一面一線を有する地上駅。駅開業時は、乗車券を臨時発売したことがある。駅の管理は、藍津若松駅が行っている。 2004年度の1日平均乗車人員は0、人であった。国道49号に面しており、栄光の女神像が立っている。稲わしろ湖に最も近い駅で、最寄りの水泳場は、下浜である。電化する以前の急線は当駅付近から分岐していた。ホームから見て、線路の外側に見える草むらが、急線跡である。用水路を越える、ビーム橋も残っている。 ありがとうございます。